はい、どんちゃー、ササイアンです。本日もニュースを続いていきましょう。本日前半の話題はですね、毎日新聞が安倍前首相のツイッターを取り上げておりまして、安倍さんがですね、報道しない自由をそこで指摘していることについて、それは嘘だと言わんばかりのことを毎日新聞が報じておりまして、で今度はそれをササイアンがですね、お前らが論点ずらしをしているだけで、検証したらやっぱり報道しない自由を発動していますよねってやっつけ返すのが一つとですねそれから後半はですね、まもなく訪れる都議選において立憲民主党の支持率が低迷でね、グダグダになっている件についてかわいそうだなというかね、うん、ただかわいそうというお話をさせていただきます。本日も僕の話を聞いて目のつけとかいいねと思った方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速参りましょうか。毎日新聞より見出しがですね、安倍氏ツイート赤木さん証言握りつぶされているは根拠不明ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。安倍前首相の公式ツイッターが森友学園の決算文書改ざん問題について、自殺した近畿財務局職員赤木俊夫さんがまとめた赤木ファイルの記述を取り上げ、赤木氏は明確に記している、現場として森友学園を厚遇した事実はない、この証言がいわゆる報道しない自由によって握りつぶされていますと投稿し拡散している。しかし現場として厚遇した事実はないとの内容は少なくとも25社の新聞社と通信社が報道しており、この投稿は根拠不明だ、ストップ。毎日新聞の主張はですね、現場として公開した事実はない。この記述は新聞各社25社でちゃんと報道ベースに載っておりますよと。だから根拠不明なレッテル貼りはやめてくれと安倍さんに通告しているわけですね。で、この投稿は安倍氏の公式アカウントの6月24日にツイートし、28日正午までに約2万1000件がリツイートされ、約5万2000件のいいねがついている。でですね、ここから毎日の記者さんがググッとね、深掘りで攻めていきます。現場として厚遇した事実はない。この言葉は自殺した赤木さんが改ざんの経緯をまとめた赤木ファイルに出てくる記述だ。赤木ファイルは6月22日遺族に開示された。記述は正確には現場として厚遇した事実もないで、本省の対応と題した備忘記録に近畿財務局側が財務省に対して意見した内容として書いている。では、赤木さんの証言が報道しない自由によって握りつぶされているとの内容は本当だろうか、記述が報道されているかどうかを確認する。はい、ここからいよいよね、新聞屋としての力量、ファクトチェックになってきますけれども、新聞社、通信社などの記事を横断検索するサイト、G サーチで、現場として厚遇した事実はない、もしくは、事実もないとのワードを検索すると、赤木ファイルが開示された6月22日から28日までの間、新聞社と通信社の25社の記事が該当した。なるほど。それで、毎日新聞は22日のニュースサイト記事、修正することは問題があり行うべきではない赤木ファイル備忘録や、朝日新聞は23日付の朝刊で、現場として厚遇した事実もないし、検査員等にも現調書のままで説明するのが適切と繰り返し意見したとの記述を報道。読売新聞は23日付の朝刊で、ファイルの冒頭に閉じた備忘録に現場として厚遇した事実もない、修正改ざん等の作業過程を記録しておくと書き残していたと報じている。共同通信もこの記事を報道し、共同通信の配信記事を複数の地方紙が掲載している。このように少なくとも25社が報道しているため、ツイートは根拠不明だ。毎日新聞は安倍氏の事務所に取材を申し込んだが、28日午後6時まで回答はなかった。おしまい。この記事長文ですので、ところどころすっ飛ばしております。全文知りたい方は概要欄の URL からご覧ください。ということで、毎日新聞のファクトチェック通りですね、現場として厚遇した事実はないという記述は確かに直近1週間以内に各社報道しているので、報道しない順によって握りつぶされたというのは嘘でしょう。毎日新聞の主張はある意味正しいということが分かりました。なので、安倍さんは早急にツイッターを訂正した方が良いかと思われます。ちゃんちゃん。いや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 、そうじゃなくてそうじゃなくてね。これで終わってしまったら情報のハイエナ、サセアの存在理由がなくなってしまうので、ここから先は僕自身の深掘りでつっついていこうと思いますけれども、そもそも毎日新聞はじめ報道各社は日本語の理解力が足りないのか、わざと気づかないふりをしているのか定かではありませんけれども、皆さんね、今から僕が言う部分気をつけて聞いてほしいんですけれども、毎日新聞の主張というのはあくまでも現場として厚遇した事実はない、ここをフィーチャーしているんですね。でもね、安倍さんが言っているのは森友学園を厚遇した事実はないってことをね、言いたいわけですよ。
これテキストで起こしていくと些細な間違いでしかないんだ、まあ、間違いというかね、誤差でしかないんだけれども、だからね、日本語ってめんどくせえなと思うんだけどもね、まあ日本に生まれたんだから仕方がねえぜって話ですけれども、もうちょっと丁寧にこの話をしていきますとね、森友学園を厚遇した事実はない、他に原因があるんだけれどもね、これが報道しない自由の握りつぶされた核心の部分です。毎日新聞の記者の頭があれなのかどうかよくわかりませんけどもね、わざと論点ずらしをしているのか、ちょっと不明なんですけども、うさんくさい気がしましてね、赤木さん自らが森友学園を厚遇した事実はないというのであればね、じゃあなんで悪いと知りながら決裁文書を改ざんして、最終的にまあノイローゼだとか鬱だとかね、精神を壊して自ら言ってしまったのかって、この命に関わった部分を普通の人なら調べて結果を公表するはずですよね。でですね、この答えが安倍さんのツイッターに貼られていた産経新聞に書かれておりまして、その産経の記事をですね、大事な部分だけ抜き取って読んでいきますけれども、この問題では昨年10月赤木氏の元上司の音声データが公表され、元上司も証言していた、安倍さんとかから声がかかっていたなら正直売るのはやめている、忖度みたいなのがあるみたいなことで消すのであれば絶対に消さない。さあ、そしてここからがね、本当の核心の最重要部分になってきますけれども、少しでも野党から突っ込まれるようなことを消したいということでやりました。少しでも作業量を減らすために行った。はい、佐川氏含め当時の理財局が野党の厳しい追及を嫌がっていたことがこれで伺います。そしてそれに関わる作業量を減らしたいがために文書改ざんに手を染めてしまったと、まあなんとなくね、改ざんの動機はこれで分かりましたが、とはいえですね、国民の税金や土地が不真面目に扱われていたのであれば、それは追及するのは当たり前じゃないですか。追及から簡単に逃れたい、楽をしたい、だから改ざんに手を染めた、オッケーというふうにはなりませんよね。で、ここから産経が佐川氏の発言をね、また載せているんですけれども、連日連夜朝までという日々で本当に休むこともできないような、毎日ご質問を受ける中で余裕はなかった、レクチャーを受ける時間もほとんどなく、原価で作った答弁資料を入れてもらい順次読み込んでいくという状況であった、本当に何十問なのか100問を超えるのかわからないが、事実上間に合わないケースもあった。で、ここからはですね、産経新聞の安倍瑠衣さんのコメントというふうになりますけれども、真相解明を求める野党の厳しい追及が理財局の過重労働を生み、佐川氏のその場しのぎのご答弁につながり、そのしわ寄せが近畿財務局に行って文書改ざんというあってはならない事態を招いたとね、こんな風に綴っております。再度確認しますけど、今議論すべき内容は現場として厚遇した事実があったかないかではないですよね。今議論すべきなのは、なぜお亡くなりになってしまわれたのかという話です。それを突き詰めていくと、野党が連日連夜理財局とかね、あっちの方に雨あられのように数えきれないほどの質問通告を投げつけて、それに対応しきれなくなって、つい間違ったことを佐賀氏がペローンと言ってしまい、それを取り繕うがためにですね、改ざんに赤木氏が奔走したというのがね、事実ってことでしょう。この経緯を国民に伝えないから安倍さんにね、報道しない自由の発動というふうに言われちゃうわけです。毎日新聞の記事さん、分かってくれましたかねと。で、さらに言うと、赤木さんのこの件、報道機関が本来何をすべきかというとですね、国会質問通告というのはね、期日を守れ、時間を守れ、国会議員にそう促すことだと僕はね、思いますよ。メディアの立場としてですね、死人が出たんだからいい加減に職場を改善しろと。そもそも論としてですね、明日聞く国会の質問をなんで前日の夜に通告するんですかと。そんなの前日のお昼12時までとかね、タイムリミットを設ければいいでしょうと。ルール上は前々日のお昼12時ということになっているんですけども、これもね、完全に形骸化しているので、もう一回ね、だからちゃんと決めてほしいんですよ。あとね、ほんと国会議員がバカ丸出しの IT 音痴っていうものの少佐になるんですが、国会の質問通告っていう形でね、事前に各省庁に質問内容を伝えるんだけれども、それが、これね、対面式の面談なのか、電話なのか、ファックスなのか、それともメールなのか、何の一つも統一されていないんですよ。だから佐川氏がここでカミングアウトしたようにですね、当時の理財局が一日いくつ質問を受けたのかどうかさえわからない、把握できていないというね、こんなすっとぼけた話をしてしまうんです。そして、それを逆手に取ったのが立憲の小西っていうやつでしょ。あの男はですね、後で
言ったって言えばいいだとかっていうふうに同僚議員をそそのかそうとして、もともとね質問を送ってないのにも無理やり送ったことにして、相手のね不手際をつこうとするようなアホさ加減でありましては、もう構造的な、だから欠陥なんですよ。各省庁宛ての質問フォームをちゃんと作って、どの国会議員がいつどんな質問をして、その質問はちゃんとね、例えば経産省の何々かにね、それがね受け取っただとか、そんなシステムを作ってしまえば何の問題もないですし、前日のお昼12時を過ぎたらですね、受付フォームは一旦クローズっていう風にやればね、そもそも物理的にもう質問をね送信することができなくなるわけで、この質問通告の過労告知が原因で自ら命を絶った人が出た可能性が高いんですから、まずは国会議員お前らが職場改善に協力しろよという、そういう話なんです。赤木ファイルは森友学園のそのゴミの問題の、ね、掘り返しとかじゃなくてですね、赤木さんみたいな人が今後出ないためにどうすべきか、その改善にこそ役立てるべきで、その本質を忘れて安倍叩きをやっているから、今日もアホみたいにね文書が黒塗りで多いだとかね、森友の関係性がどうだとかってねずれた発言ばっかしているんですよね。あ、ついでのついでで恐縮なんですけどもね、毎日新聞の記者さんへ、僕の方でもですね、ファクトチェックを一度やってみました。毎日新聞がファクトチェックに使ったのと全く同じ G サーチってやつにですね、わざわざ僕もね、だからこれだけのためにお金を払って契約してきましたよ。でね、佐川氏が過酷な職場環境をカミングアウトした部分のワード、連日連夜と、それからですね、朝までという日々で、この2つのワードを、6月22日から28日にかけて、毎日新聞と同じ条件で、同じ G サーチで検索してみました。そしたらですね、ものの見事に産経新聞の記事しか引っかかりませんでした。おーい、結局君らは赤木さんがどんな過酷な現場で働いていたのか、そこには全然目もくれず完全スルーじゃないですか。そういうのをね、なんていうか知っていますか、報道しない自由って言うんですよ。ちゃんとやれよ毎日新聞。ということで、毎日新聞のファクトチェック担当の佐世安が思いっきり突っ込んでやったところで、次の話題に参りましょうか。まもなく都議選を迎えますけども、都民以外はね関係ないっちゃ関係ないんですけども、でもこれはですね、言うなれば秋に行われる国政選挙、衆院選の前哨戦みたいなものですから、各党気合が入っているっていうもんですよ。でですね、一番新しい世論調査が共同通信から出ているんですけれども、見出しがですね、都議選自民党が第一党奪還の勢い、都民ファースト交代か、電話調査ということで、本文を読んでいきましょう。秋までに実施される都議選について、共同通信社は25から27日都内の有権者約1000人に電話世論調査を実施した。投票先は自民党が最大で3割を占め、第一党奪還する勢い、公明党や共産党、小池知事が特別顧問を務める地域政党都民ファーストの会が2番手を争う。情勢取材を加味すると、現有最多の46議席を持つ都民ファーストは大幅に後退する可能性がある。投票先を決めている人の政党別内訳は、自民 31.8%、 公明 14.1%、 共産 13.1%、 都民ファースト 12.1%、 立憲民主党 7.1% の順ということで、立憲民主党息してますか？どういうことだよ立憲民主党は。公明党にも共産党にも負けているじゃないですか。なんかやばいんじゃないんですか。今からでも遅くないですから、オリンピック中止とかいうね、その変な旗は下ろした方がいいと思いますけれどもね。昨日の動画でも僕ね配信しましたけども、もうテレビ局は手のひら返し始まりましたよ。青木リーさんに、宮根氏に、それからねダウンタウン松本人志と、これから7月にかけてどんどんね坂上だとか恵だとか、最終的には絶対ね、テレ朝社員の玉川徹も手のひら返しのクルリンパって感じでね、五輪は否定するけれども選手は応援するって、そういうね別腹体制で報道放映しちゃいますからね。しかも立憲民主党がアホらしいところはですね、この都議選において例えば議席 50% で圧勝したとしても、それで都議としてですね任期がスタートするのが7月23日でしょ。その7月23日こそがオリンピックの開幕式でありますよ。だからですね、立憲民主党に東京オリンピックをやめてくれってお願いして投票したとしても 100% 実現できないんですよ。だってね、都議選でスタートしたその日がもうオリンピック始まってるんだから。なんかね、高速道路無料化の時と全く同じような匂いがしてね、実現できないことを堂々と公約に掲げている時点でもう立憲民主党って本当やばい政党ですよね。しかもこの都議選ではですね、共産党と統一候補は出さないんだと。
衆院選では統一候補を出すって言ってね、それのための前哨戦だとか言っておきながら、今回は統一候補は出さないんだと。それで挙句の果てにですね、連合の神津会長からね、枝野は意味不明、連立の動きをするんだったら今後協力ができないって釘を刺されて塩塩の対応されていたと思いますけども、もうこの分かりづらさが本当にすごいですよね。立憲の眼中にはもはやですね、普通の一般大衆は目に入っていなくて、LGBT だとか SDGs だとかですね、夫婦別姓だとか難民救済だとか、あとね、何でしたっけ、14歳と性交だとか。もうね、メインストリームを歩いていないんですよね。なんて言えばいいのかな、めちゃくちゃ小さな声だけを拾っている感じ。衰退する社民党の上位互換と言った方が正しいかもしれません。主張していることがですね、福島みずほと何ら変わりがないから、だから選挙公約を見てね、この政党名隠して、その公約を読んだら、ね、社民と絶対間違えちゃうよね。だから、いっそのことを福島みずほね、もう党の代表ね、副代表かなんかで迎え入れちゃって、新生立憲社民党っていう風に名前を変えた方がしっくりくると思いますよ。少なからず社民の支持基盤も手に入ることですし、こんなね、アホっぽいバーチャルな話ができちゃうあたりがもう終わってるかと思いますけれども、今日も話が長くなりましたので、これくらいにして、最後はほっこり謎かけで締めたいと思います。毎日新聞とかけまして、新しい仕事と解きます。その心はどちらも新聞屋。そういえば毎日新聞さんはですね、7月1日から新聞購読料が値上げになるんですけどもね、これを機に解約とかそんな話聞こえてきているのでしょうか。購読料を7月1日に値上げするのはね、毎日だけなくて、ね、朝日も一緒なんですけどもね。ですからこれね、多分どれくらいかね、よく分かりませんけども、絶対発行部数が下がるはずなのでね、上振れするなんてことは絶対ないわけですから、ですからね、どれくらい沈むのかお楽しみ拝見ということで、本日も面白かったやためになったという方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。